学芸のプロの方のサブキャラ配信とかでコンボがある状態のプラチナダイヤにはほぼほぼ勝てて、厄介低いレート帯は立ち回りで勝てたりするものなんですか。立ち回りとそこら辺のレート帯の人はあの攻めと守りができてないっていうのがめっちゃ多いです。だからコンボが安くても勝つのって、まあ、立ち回りも当然あるんですけど、こっちはこれやれば絶対2択っていうのをどのキャラでも大体分かってるんですよ。でなんかプラチナダイヤの人とかは攻めるときと守るときの選択肢が整理できてなくて、これ崩しになってないのになっていうところで崩れたりとかするから、あのダメージ負けするんですよ。連動が低くてもプロのサブキャラがそこら辺のランク帯で勝つのはゲームの理解度が全体的にこっちの方が高いからっていう感じっすね。攻めと守りの部分が圧倒的にでかいと思う。立ち回りもやけど、梅原さんのジェインホーム的でマスター隊上がってたから基礎がちゃんとしてたら勝てるんだなって改めて思った。もう梅原さんとかは中足と勝利あるキャラ使わせたら、そらそのランク帯は無双しますよ。何年やってると思ってんのあの人。中足と勝利持たしちゃダメよ。そうっすね、やれって言われたらほんまに中足と大足だけで勝てるんじゃないかな梅原さんは。まあスト6はどうか分かんないけど、純粋な足線のうまさだけで言ったらさすがにプロでもトップやと思うから梅原さん。まあそこはねもうね年季っすね、ガチで。パンクはめっちゃ地上戦うまいっすね。パンク地上戦全一ありえると思う。めっちゃうまい。時戸さんとかはその地上戦、まあ当然うまいねんけど、地上戦めっちゃうまいっていうよりはあらゆることやって勝つって感じなんですよね時戸さんとかは。残儀補正強くしていいからどっからでも SS3 つながるようにするのは強すぎますか。5その仕様やったけどね。いやまあいいんじゃない。まあその代わりその仕様に済んだったら無敵消してほしいね俺は。あそうね、つながるようにして暗転後1か無敵消すかどっちかやと思うわ。無敵削除でコンボつながるようにしてほしいですね残儀使いとしては。いや僕も残儀使った時にそう思ったから、残儀使い目線で俺はこの調整班を言ってるんですけど、あんま分かってもらえない。つまんないのよあれ、無敵技ぶっ放すだけって。いやだから俺が言ってる神調整を取り入れてほしいわ。ザンギの SA さん、ザンギの SA さん長谷3にして、でその代わり無敵削除、長谷3+0で、その代わり相手やられ硬直中やったらつながる、この調整にすることによって無敵でぶっ放すだけのクソおもんない技からマイナス3の技にザンギ F だけ確定を取れる、しかもコンボでも使えるというすごいいい調整だから、3ゲージ溜まったザンギ F にはマイナス3の技を振ってはいけない。来たら泣いてカプコンに取り出しますね。いやでもね、野崎の調整実はね、あの配信でなんか勝手に垂れ流してるだけなんですけど、 DJ の調整とかはカプコンもしかしたら、いやまあさすがに自意識過剰やと思うねんけど、なんか俺が言ってたのに結構近い調整来たから、ジョスクール、もしかしたら俺と同じ結構考えの人が調整班にいるかもしれないんで、俺はザンギの SA さんの調整はもうそれが絶対一番いいと思うねんな。じゃあのそれが一番面白いと思うから。いやでおしげさんとかももうめちゃくちゃ真面目な考え方の人やから、ゲームなんか喋ってると、まあ俺がつまんないなって思うような部分はおしげさんもやっぱ等しく大体つまんないなって思ってんのよね。まあだから今のザンギの SA さん見て、まあこれぶっぱでしか使えへんのさすがに思んないよなっていうので、ダブラリからつながる、コンボでつながるようにっていう調整来たと思うから、5の後半の調整もあのおしげさんがやっぱ手動でやってたらしいから、5の後半の量調整全体的に量調整やったし、今回のあれバランス調整もやっぱ納得いくのが結構多かったから、そこら辺俺かなり信頼してます。中足組に太刀打ちできん、もう DJ は相手の中足に対してあの殴り合うの、まあ、ちょっとあんまり良くないっすね。あの効率負けするし、なんかこっちだけ差し替えしやらされるとかになっちゃうから、 DJ は多分ねもう中足差しに来る相手に球打つとかそばっと当てるとかっていうキャラやと思いますわ。まあ、もしくは行くぞ行くぞってやってるところに逆にラッシュコパンで突っ込むとか、あのそういう感じのキャラっすね。相手のしゃがみ中パンとまともにやり合っちゃダメ。まああとはもうだから究極の運ゲー技ジョスクールがあるから、まあ結局あそこら辺でなんとかするキャラだろうなーっていう感じっすね。そういう技に対してはやっぱ玉とかあの中そばとかで追い払うおはもういちいちダウンさせて苗させるで、どっかでこっちのラッシュコパン本命を通すって感じやと思う。いやそうだから差し合いすると、これ向こうの中足きつくねみたいな死に方するんですよ DJ って。でその代わりあのなんか中足を差しに来るキャラより DJ の方がもう技のリーチが長いんですよね基本。
だってまあラッシュコパンの距離はもう DJ がめちゃめちゃ強い距離やから、だからそこはね中和潮があるようなキャラの方がやっぱちゃんと強く設計されてるから、なんかそこでまともにやり合っちゃうとなんか損しますね。マリーザはね、マリーザの調整むずいんよな。攻撃面をね弱くしちゃうと結構寒いなって思っちゃうから、その代わりマリーザってバクステ23にするだけで多分かなり強くなるんですよね、あのキャラ。あ、そう、駒投げ弱くするは一番ありえる。駒投げかも。駒投げ決めた後置き攻めいけない。駒投げがやっぱね結構マリーザの運ゲー度をかなり上げてるから、駒投げ決めたら置き攻めはまあいけませんよが結構いい気はする。 SA35 はまあ俺は別に強いけど、まあまあまあいいかなぐらいですね、 SA35 は。あとマリーザの立ち回りのガチの中核の技が、まあ、グラディウスとあと前中盤なんですよ。前中盤弱くしたら結構弱くなる、マリーザは。前中盤はねガチの生命線、多分マリーザ。リリーはねー、これはもうそもそもの俺の思想なんですけど、昇竜対空があるキャラに強い通常技対空つける必要なくね、なくね派、なくね委員会なんですけど、別にトマホークあんねんからさ、しゃがみダイパン弱くしてよくない？対空。いや、トマホークで対空しろよって思っちゃうねんけど、正直。いや、しゃがみ強だから地上牽制の性能は俺末でいいと思うねんけど、対空ちょっとやりすぎじゃない？あれ。いや、しゃがみダイパンが対空で強すぎる、あれ。で、カウンターでリターンでかいし、てかしゃがみダイパンに依存しすぎなんよな、リリーが。しゃがみダイパンいじるだけでマジで弱くなるで。しゃがみダイパンきついなって思いながら、まあ、この技対処するか、いやまあ飛ぶかみたいな感じで飛んだ時に上もしゃがみダイパンで落とされるとなえる、普通に。え、こいつ横も上も全部しゃがみダイパンやんってなるから、あれさすがにちょっとなって思うねんな。そう、あとリリー空対空のリターンクソでかかったりとか、橋でさ駒投げ嫌がって飛んだらさ、ジャンプチューチュートマホークで OD トマホークダイブとかまで食らって、え、これ駒投げより減ってんねんけどみたいな、あれとかはね痛いよね。だから逆にうわ飛んだから死んだって時あんもん、あれ。リリーはねしゃがみダイパン以外のそのおもちゃをまあ追加してあげるが多分いいと思うねんけど、俺がまだリリーのレジェチャレやってないからちょっとリリーの気持ち分からんのよな。対戦してるとしゃがみダイパンのこれ対空だけはなんとかしてくれへんかって思う時ある。試合の見た目ティア最下位はさすがにホンダ。まあホンダやな。お、高見あまあホンダやな。